はい、どうも皆さんこんにちは、ピオチキチャンネルエプネシのピオタです。さあ今回も、レミリアと3つの塔やっていきたいと思います。もうなんか最近タイトルが混じり始めたな。でですね、まずはまあここですね。前回そこまでね難しくはないってことが判明したこちらのダンジョンですよ。本当にね、どうも表現しようがない難しさっていう感じではないんですよね。なので別に大丈夫そうですかね、わかんないですけど。ま、ということで、そんな感じでクリアを目指します。よいしょ。まあね、前半が僕的には勝負だと思ってますんで、前半比較的ラグが少ないんですよ。前半っていうことは後半はね、お察しの通りのラグだらけ。むしろその状況で前ちょい前にね、2パート前ぐらいですかの時によく第9ステージクリアできましたよ。本当に自分でも驚きっていうレベルですよ。もうあれはなんでっていう、自分で驚かざるを得ないっていう、そんなレベルです。さあて、まあね、ここ3段を超えた後がね、鬼門なんで、ここ3段はさっさとクリアはしたいんですけども、まあ、いかんせん敵の数多いですからね。で、ここから、スタートです。で、OK ですね。本当にね、難しいんですよ。でも、運ゲー要素がね、先頭に来てくれると本当に助かります。運ゲーはね、第9ステージのような感じの最後のところが運ゲーとか、もうなんでしょうかね、運営さん何やっちゃってくれてんですかみたいな、そんな感じでしたからね。いやもうあれは長かった。それを見た後にね、このステージを見るとですね、楽って思ってしまう、そんなレベルで前回の第9ステージは難しかったです。まあ多分ね、実況で毎日やってるから遅かったっていうのはあるとは思います。かなりね、かなりあるとは思いますけども、それを差し引いてもね、かなりの難易度ってことは確かですよね。僕が普通にやってても1日はかかったと思います。そんなレベル。次はどうしよっか。ちょっと弾幕、そこはいちゃダメだよ。でもなんでしょうね、ゆるいです。なんか前半本気出してんのに後半バテたみたいな、そんな感じのゆるさがありますね。よいしょっと。つまりこの運ゲー地帯をね越えれば、あとは比較的運ゲー混じってもね、そんな鬼畜運ゲーは混じってないのかな。今までのところはそこ重要。まあ下手すりゃ混じりますよ、そりゃ。最終ステージですからね、第9ステージ目と比べたらね、難しいと考えるのが妥当っちゃ妥当なんですけど、あれより難しいのが来たらへこみます。なんか普通にねペコリとへこみます。なんでだよーみたいなね、そんな感じになります。よいしょ、ノリで上がる。よいしょっと、オッケーですね。危ない危ない。で、よいしょ、OK ですね。いや、妖精1体ぐらいはね、一番厄介なのが高速で動く妖精と同じ速さで動く弾幕ですね。弾幕は、場所が分からなかったらどうやってもかわしようがないんですよ。高速妖精まだかわしようがあるんですよ。だからやりようがあるんですけど、弾幕に至ってはどうやっても回避ができないですからね、同じスピードだったら。下がアンチであればいける。あ、ちょっと今のは急ぎすぎたな。下がアンチであれば、いいんですけども、下がね、アンチじゃない、普通に妖精さんが徘徊してる場合だとね、どうやってもかわせないのが鬼門なんですよね。その点はね、ちょっと嫌な場所ではありますけど。うえ、すげえ数。でもまあ、そこまでへこみはしない。もう死ぬことぐらいはね、
慣れてますよ、ここのゲームで死ぬのも死にゲーですよ、もはや。どんだけ雑談枠を積み重ねたと思ってんだっていうレベルですよ。てか今更ながらですけど、動画に残ってるってことはね、そんな身近な直近の報告とか毎回毎回してましたけど、する必要、本当に重要な話じゃない限りする必要なかったんですね。後から動画をね、もしあの1年後とかに見てる方がいたとしても、それでも楽しいような話題よっていうことですからね。今ではなく後を考えて、そんな感じで動画を撮らなきゃダメですね。やっぱそういうことを考えながら動画を撮るっていうあれですよね。本当にすごい面白いネタの実況者さんは、流行りのネタをぶっ込むんじゃなくて、何年後とかそういう時間を空けた後にもう一回見ても、やっぱりこの人の実況は何回見ても面白いなーみたいな、そんな感じのね、ことを言ってもらえるような実況者になりたいですね。そこが理想系です。でもまあそれをね、叶えられるほど今話術そしてね編集力もないんで、両方とも頑張ってあげていきたいところですよね。OK ですね。で、ここは高速要請をかわす。んで、かわしにかかる。うわ、マジかよ。うわ、普通にめんどくさいぞ、これ。とりあえず、上の要請さんと弾幕をうまいことかわしつつ、うわ、ダメだ。あの配置は苦手だな。上がる必要なかったな今。さて、なんやかんや簡単とは言ってもね、でもまああれですね、上がれる階層自体は運さえ良ければね、ポン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 上がりますから、今んとこ最高階は483階ぐらい、そこらが今んとこ最高ですよね。よいしょ。ノリで上がる。で、あとは、頑張って、かわしていく。OK ですね。あとはどうしよう。かわしづらいなぁ。ここ ?OK ですね。こちらは、上に、妖精さんが一体ですか。微妙にかわしづらい動き方をしてるな。じゃあそこをうまいことかわすためには、今追いついたんでちょっと待って、でここ OK ですね。あーよかった。でもまあ最初のあの地帯さえ突破できれば、あとはよく見つつやっていくとね、アンチも多いですから、比較的。うえい、どんだけ続くんだよ。長かったぞ、今。くそー。今のは続いたな。予想以上に続きすぎて、ちょっとびっくり。そんな感じで、最初を抜けるのもね、第9ステージと比べると楽なんですよね。敵の数が少なくて、配置も、なんか巨大な妖精さん、ほぼいないみたいなんでね。そんな感じなんで、なんか、楽ですね。結構難易度自体は違ってないと思うんですよ。最初の部分に関しては。なのになんか楽に感じるのは何でしょうかね。謎です。で、妖精をかわして、そっちにもかい。そっか、470階から先が鬼門なんですかね。いっぱいいましたよね、妖精さん。妖精さんがいっぱいいるってことは、その分ね、難易度が上がるっていう。480くらい、10階層分くらいずーっと妖精さんが続いてる感じでしたね、パッと見。
で、ここでラスレミ宣言をさせていただきます。さあ、でどうだろうかな。ということでね、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。まあ最初のところも鬼門ですけど、新たにね470階層以降も、新たな問題点になりそうですね。ということで今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。じゃあねー。